飛島ジャンクションは、愛知県天郡飛島村木場にある、伊勢湾岸自動車道と名古屋第二環状自動車道を結ぶジャンクションである。名古屋第二環状自動車道の名古屋西 JCT、飛島 JCT 間開通に合わせて、共用開始した。飛島 IC が併設されており、こちらは1985年3月20日から運用を始めている。飛島 IC と、 本 JCT との相互利用はできない。次に、出入り可能な IC は、四日市方面は湾岸やとインターチェンジ、豊田方面は明港中央 IC となる。また他のジャンクションとは構造が異なり、明に間方面から見て、右側車線が豊田方面、左側車線が四日市方面にそれぞれ分岐する形となるため、深度に注意が必要である。 本 JCT の名に館側には、飛島本線料金所がある。本 JCT から名に関前線の高速料金は、大都市近郊区間の料金水準である。また、本 JCT に併設されている、飛島 IC から東海 IC までの区間は、伊勢湾岸道路であり、高速自動車国道の普通区間や、 大都市近郊区間に比べて、利用距離あたりの通行料金が割高となる。ABC、C2 名に関つながる、全線開通。2021年5月1日に全線開通。名古屋西 JCT と美島 JCT 延長 12.2km が、開通合わせて、中京圏の高速道路料金が変わります。同日、2021年5月1日午前0時から、 移行します。国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所、中日本高速道路株式会社、名古屋高速道路公社。2021年2月26日閲覧。AB、名2巻が、全線開通。中日新聞長官、P24、AB、料金の額及びその徴収期間。1、高速自動車国道中央自動車道。 富士吉田線等に関する事業変更について、中日本高速道路、ピアニッシモ、9、11から22、29、2021年7月25日、閲覧、ありがとうございます。